割とそんなわけで8月4日金曜日なんですけれども、まあ、昨日の雑談動画をご覧いただいた方だと、まあ、今日何を話すかってのは分かってるというか予想がつくと思いますけれども、まあ、要するに、水曜日に姉さんからランチに行きませんかって誘われましたと。 ほんで、まあ一緒に行くことになりましたという話なんですよね。で、とりあえず中央と一階で待ち合わせをして、どこに行くかはその時決めましょうみたい,決めましょうみたいな感じになっていったと。で、僕の中ではここに行くっていうのがあったんですよ。僕の中でここに行くっていうのがあったんだけど、あの、どうしますって言って、ちょっととりあえず様子を伺うじゃないけど、様子を見ていたら、えっ、ー、と、ここかここって言われたんですよ。 で、ここかここって言われたところは、どちらも僕の想定外だったんですよ。まあ、どちらも知ってる店なんだけど、まあ、ちょっと遠いかな、みたいなのがあったりとかして、想定外だったんですよ。で、逆に僕がここに行こうかなと思ってた店について、まあ、ちょっと待っていたら喋り出して、なんかどうもね、あんまりそこ好きじゃないらしいんですよ。だから、ああ、じゃあそんなにこう好きじゃないところにね、こちら、あの、って聞いてしまったのにそこに行くってのもあれやからと思って、で、 その二つ姉さんが、ここかここって言ったうちの一つに、 あの車で行くことにしたんですよ。で、車で行くっていうのは、あのー、僕はもうその段階で、今日の大学での予定というか仕事が終わったので、まあ、午後半休じゃないけれども、まあ、帰る予定だったんですよ。だから、まあ、とりあえず、姉さんを乗っけて、2人でそのお店まで行って、そこ、駐車場があるんですそこに停めて、ほんで、なんていうの、その、食べて、で、姉さんをまた大学まで送り届けて、ほんで、僕が帰るみたいな感じの流れにするってことになって、やっぱね、今日ね、めちゃくちゃ暑かったんですよね。あのー、大学の周りはそこまで じゃなないいかもしれないけど埼玉県内でなんかほ,ほ,ほぼ40度みたいなとこあったらしいですけれど猛暑日っていうのだったらしいんでちょっと歩いていくにはきついかなみたいな感じだったんでまあ、車でシュッて行ってシュッて帰ってきたみたいな感じなんですね。 んでね、なんかね、姉さんと話していて、まあ、いろんな話をしたんですけれども、一つはね、最近っていうか、あれいつだったかな、6月ぐらいに僕が車をこすったって話をしたんですよ。で、それは何かっていうと、これ、大学の周りの道をよく見てる方だとわかると思うんですけれど、なんかね、縁石があるんですよ。 で、例えば、その左折するときね、こうやって運転して、こう曲がるときの、このね、左折すると、これ、これ、伝わないかもしれないな。左折するときにね、この左側の、この、要するに運転席から見て、反対側の下のね、ドアの下側のところを、縁石にガリガリって擦って曲がるってことはですね、あったんですよ。で、これは、なんでそんなことが起こるかなって、いろいろ考えたりしたんだけど、少なくともね、僕が住んでいる近所にはね、そういうところがないんですよ。 つま僕の辺だと、まず道がそんなに広くなくて、道が狭いと。道が狭いところって、なんとなくこう、車道の部分と、その歩行者が通る部分に線が引いてあるだけでさ、この、なんか立体的なものが、立体的な構造物があるわけじゃないんですよ。だけど大学の近くって比較的、そのね、縁石みたいなものがあったりして、しかもその縁石がね、この交差点のね、ギリギリのところがあったりするんですよ。 で、それをあまり意識しないで曲がっちゃうと、こう、ガッていくってことね。みたいなものがあったりして、で、それを姉さんに言ったら、あ全然意識してなかったって言って、でも、別にその姉さんは、それに、なんていうか、ぶつかったり擦ったことはないらしいので、まあ、なんていうのかな、あの、 僕は不注意だけだっていうかねそのたまたま別にこの自分の車が傷つくだけでその他者に対して何かその怪我人を生むとかねその何かどこかその縁石以外のものにぶつかるとかねしていないんでまああの何て言うか、まあ、不幸中の幸いっていうのかなみたいな話をしたんですよね。でなんかねあのー 姉さんと僕が、まあ、同じような車に乗ってるんですよ。厳密の動作手ではないんですけど、似たような車に乗っていて、だから結構ね、話が合うっちゃ合うんですよね。だからその、なんていうの、燃費はどれぐらいとかね。意外とそういう車の運転に関する話が続いて、ちょっともしかすると、これ、なんていうのかな、差別発言というか、まあ、なんて思われるかもしれないけれども、僕とその姉さんっていうこの、男女で、 まあ同じぐらいの年齢の人で話す会話の、ね、トークテーマとして車の運転が出てくるってちょっと意外かなっていう気もしましたけどね。まあその話をしました。ほんじゃまた。